夕霧護衛艦。夕霧は海上自衛隊の護衛艦、朝霧片護衛艦の3番艦。艦名は夕方に立つ霧、夕霧に由来し、旧海軍の東雲型駆逐艦、夕霧吹雪型駆逐艦、夕霧に続いて日本の艦艇としては3代目。夕霧は中期業務見積りに基づく昭和59年度計画3500トン型護衛艦2224号艦として、住友重機械オッパマ造船所浦賀工場で1986年2月25日に起工され、1987年9月21日に浸水、1989年2月28日に就役し、第一護衛隊軍に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。1989年3月17日、第一護衛隊軍米下に第46護衛隊が進編され、同日付で就役した奄美と共に編入。2013年3月7日、編成替えにより護衛艦隊直轄第11護衛隊に編入。定型校が再び横須賀に転籍。2016年3月6日、第24次派遣海賊対処行動水上部隊として、夕立と共にソマリア沖、アデン湾に向けて横須賀基地から出航する。